んにちは、金沢工業高校軽音部体にグリーンピースです。今年でこの森行きコンサートは3年目の出場です。岩井さん、いつも声をかけていただきありがとうございます。私たち工業高校軽音部はここ数年で立ち上がった部で、全くの未経験者で成り立っています。ここにいるメンバーはみんな高校に入ってからギターやドラム、ベース、キーボードに手を出し手にしました。中学校の時何部だったか聞いてみましょう。サッカー道部です。サッカー道部をやっていたそうです。吹奏楽部です。吹奏楽部をやっていたそうですという感じです。そんな私たちが少しずつ人前で演奏するようになり、今日もこのようなイベントに呼んでいただき本当に感謝しています。では演奏に移ります。1曲目は彼に歌ってもらいます。バックナンバー花束、藤田唯人です。先生から藤田と言われてます。よろしくお願いします。バックナンバー花束。
階だって君と抱き合って手をつないでキスをして、甘い甘いこの気持ちを二人が忘れなければ何も問題はないじゃない。喧嘩もするんだろうけど、それなら何回だって何十回だって謝るし、感謝の言葉もきっと忘れないから、君とならどんな朝も夜も夕方だって笑い合って生きていけるんじゃないかと思うんだよ。女性ボーカルの人です。次は愛子のキラキラです。個人的に愛子さんが大好きで、一度バンドで歌ってみたかった曲です。聴いてください。
ます。ここでスペシャルゲストです。金沢紅葉高校といえばこの人、昨年度卒業された斉藤先輩です。どうもお久しぶりです、斉藤和樹です。お願いします。お願いします。今日は一緒に歌っていただけるということでよろしくお願いします。先輩卒業されて2ヶ月ですが、どうですか、忙しいですか？卒業して専門学校に入学したんですけど、今音響とか学んでちょっと専門学生楽しまさせてもらってます。あ、ブランクあった。これはどういうあれなんですか？どういう曲あれですか？もう歌っていいんですか？あ、いいらしいです。ということで久しぶりにこうしてまた軽音で歌うことができてすごい嬉しいです。今日は1曲だけですが歌おうと思うんで、ぜひ楽しんで聴いててください。よろしくお願いします。ヤングアダルトという曲です。死んだ若者たちは希望を求めて文学を、はたまた汗まみれのスマートフォンを握りしめて詩を書き溜めるハロー絶望。こんなはずじゃなかったかい、でもねそんなもんなんだよきっと。僕らに足りないのはいつだってアルコールじゃなくて愛情なんだけどな。全てを捧げた大事な恋は時間をかけて砂になった。いつかはもしかしたらってそのインターフォンに尻尾振ることもなくなった。ハロー絶望。こんな橋じゃなかったかい、でもさそんなもんなんだよきっと。誰も知らない優しい言葉であの子の孤独を殺せてたらな。夜は その足でちゃんと立ってるかい、無理にでたらめにしなくてもいいんだぜ。僕らに足りないのはいつだって才能じゃなくて愛情なんだけどな。明日も一人いれるために、ああ
を集めてる。卒業してから言うのもなんなんですけど、あの軽音で何回か歌ってるんですけど、多分僕初めて歌詞間違えずに歌いましたということで、この後もう一曲あるんですけど、皆さんの手拍子とかで盛り上がっていただければさらにクオリティが高い演奏が聴けると思うんで、ぜひこの後も楽しんでいてください。ありがとうございました。パッキー先輩ありがとうございました。この後また出演されるそうです。楽しみですね。ここでメンバー紹介をしたいと思います。こちらがギター担当しているげんちゃんです。真ん中にいるのがドラム担当をしているバンジーです。担当している山本くんです。こちらがギター担当しているあみちゃんです。最後に私がボーカル担当しているかねよです。この曲となりました。この曲はアニメ軽音の主題歌の Don't Say Rage です。初めてノリのいいロック系の曲を挑戦しましたが、意外とハマっています。ここに色白のイケメンな方が一人いらっしゃいます。私たちにいろいろとバンドのノウハウを教えていただいている方です。この曲も教えていただきました。お聴きください。